去年、高校野球100年の歴史に新たな1ページを刻んだ仙台育英。そして今年、また新しい挑戦が始まります。もう一回あの景色を全然見られるように、また甲子園行って日本一になりたいと思います。彼らが目標として掲げた言葉、2度目の初優勝っていう言葉を。日本一になったチームは、自分たちの一歩上の学園ですし。偉業を達成したのは先輩の代、自分たちは何も成し遂げていない挑戦者。さあ、ここからちょっと覚悟を決めないといけないですね。厳しい夏が始まりますが、もう一度あの最高の景色を全員で見に行きましょう。チャッカー。王者の称号は置いてきました。再び日本一からの招待を受けるために。去年、歴史的快挙を果たした仙台育英。東北勢で初めて夏の甲子園大会を制し、100年越しに深紅の優勝旗が白河の関を越えました。再び頂点を狙う今年の夏、去年のベンチ入りメンバーが8人残り、優勝候補の筆頭と目されています。チームを牽引するのはキャプテンの山田君。去年2年生ながらショートで甲子園に全試合出場し、優勝に大きく貢献しました。山田君に今年のチームについて聞きました。自分たちは投手が非常にいいので、その投手をストロングポイントとして、あとは野手がしっかり守って打つということを、主にやってます。ピッチャーを複数揃え、継投で勝ち上がった去年の戦い方は今年も健在。甲子園のマウンドを経験したピッチャーが3人残っています。中心となるのが3年生の高橋光輝君。去年の甲子園決勝で8回から登板し、無失点で胴上げ投手に。今年はエースナンバーを背負います。コントロールとストレートの質っていうのが強みだと思ってます。あの大舞台でゲームを作れたっていうのは、もう一つ成長できたことなのかなと思います。去年の甲子園で3試合に登板した湯田くん、鋭いスライダーとマックス150キロのストレートが武器の本格派です。スライダーをいかによく見せるかっていう配球をするピッチャーなので、そのスライダーを最大限活かせるようなピッチングっていうのをいつも考えてやってます。去年の甲子園で2試合に登板した仁田君、左腕から繰り出されるマックス147キロの直球とキレのある変化球でバッターを翻弄します。自分は強みは、球の強さだったり、球威だったり、スライダーのキレが強みかなと思います。夏の甲子園経験者3人に割って入ろうとするのが3年生の田中君。打者の手前でストンと落ちるチェンジアップが武器の成長株です。自分も3人に頼らないで結果を残すっていうのが一番のやりたいことなので、そこに向かって自分はやっています。今年も盤石の投手陣、実力だけでなく彼らには頂点まで上り詰めた経験があります。去年の夏の経験というものはとても大きなものでしたし、自信というのも去年の夏の大会を通してついたところがあります。甲子園で日本一になるというのはまず絶対なんですけど、その前にまず夏の県大会から一戦必勝で油断せずに
まずは必ず宮城県で優勝してからまた甲子園行って日本一になりたいと思います。誰もが連覇を期待したくなる状況の中、指揮官の末監督は選手たちにある言葉を投げかけていました。それは二度目の初優勝という言葉。僕らは学年が変わって卒業していきますね。そして入学していきます。そうなると一人一人のパワーバランスが変わったり、役割が変わったり、意識が変わったりしていく中なので、毎回大会は僕は初出場だと思ってるんですよ。ディフェンディングチャンピオンだとか連覇とかっていう概念は基本的にないんです。去年は先輩たちにおんぶに抱っこという形でやっていたんですけど、人が変わっている中で自分たちのやるべきことをもう一回見つめ直したときに、一つ一つ丁寧に勝ち上がるという意味でも、挑戦者の気持ちを持ってっていう、そういう気持ちを持ってやっていくことが大切かなというふうに思ったので。来月からは甲子園出場をかけた宮城大会が始まります。王者ではなく挑戦者として2度目の初優勝を目指します。この日は雨。投手陣はフィジカルトレーニング中心のメニューです。しっかり調整してトレーニング質高くやっていきましょう。よし、じゃあ締めゆだ。夏までハイネック切れる時間少ないんで全員明日がハイネックでお願いします。よし、せーの、チャンピオン。ゆだくんなりの冗談を交えた気合注入のようです。ユダ君とニタ君は同じ器具を使って腕の振りのキレを強化するトレーニングに励んでいました。すると、よっしゃ、負けない。二人の間で振りの強さを競う勝負が始まりました。この日の最高スコアはユダ君が記録したもの。ニタ君がそれに対抗します。ダメだ、やばい。やばいです。勝ちました。普段の練習から競い合っている投手陣、いい競争相手がいるからこそ成長につながっています。じゃあ同士はやっぱガチガチのライバルっていう感じでもなくて、しっかり引き合って、いいとこそれぞれ取り合えるような、取り入れられるような、そういう関係で、いい関係だなと思います。互いに教え合ったり刺激し合ったりっていう感じでいい関係だと思います。でも今みたいな負けたくないみたいな気持ちももちろん、はい、あります。いや、またやろう。5月、春季県大会期間中の練習前、高橋君と湯田君が須江監督に呼ばれました。どこで登板するべきだと思う？本当は監督がこうしたいって決めて、それに従ってやってもらうっていうのが投手視点だと思うんだけど、あなたたちには信頼があるのでちょっと相談しようと思うんですけど、いかが？あなたたち本人のこととチーム事情と、その全体のレベルアップを考えて先発したい。先発したい。したい、どっかで。あなたは？自分はこの前先発を経験させていただいたので、自分は後ろで投げたい。はい、じゃあこれでいきますんで。はい、はい、じゃあ予定通りですね。はい、はい、OK、よろしくお願いします。はい、今本人たちの希望をちょっと聞いていらっしゃいましたけど、はい、ああいうのは普段からやられてるんですか？まあやりますけど、彼らはその監督がなんていうか、ただこうしなさいって言ったりこうしてほしいなっていうより一個実績があるので、はい、実績もあるし取り組みもいいので、
だからもう彼らと一緒に考えていくっていうレベルの選手だと思うので、自分の調整もその日に向けて合わせられますし、まあ、その自分の肩の張りだったり、調子を整えながらその日にベストコンディションを持ってこれるようにできるっていうのはとてもいいと思います。監督と常にコミュニケーションを取る高橋くんは肌身離さずノートを持っています。末先生のミーティングを基本的にこのノートに書いてるって感じです。完投する力とインコースの精度を高めていかないといけないっていう話を甲子園の時にしていただいたのを強調して書いてると思います。エースとして臨む夏、監督と言葉を交わす中でその自覚が芽生えてきました。ずっとエースという立場でこのチームを引っ張らさせていただいて、去年の3年生の姿をずっと見てきた中で、その姿をやっぱり自分も後輩に見せていきたいというか、自分のピッチングでチームを引っ張っていきたいっていうのは今夏に向けてとても感じているところです。今月上旬、県外の高校を迎えて練習試合が組まれました。相手は福井工大福井、甲子園に出場経験のある強豪です。先発はエースの高橋くん。投球練習の後、ブルペンで球を受けていたキャッチャー細田くんが監督のもとへ。一番いいボールがまっすぐで、まっすぐ、まあ、監督というのがまっすぐチェンジ、カーブで、カットボールもコントロールは良くて、まあ、全球種基本的にストライクゾーン集まってる感じで、コントロールに関しては今日は大丈夫です。逆球がこの間すごく多かったんだよ、はい、古川学園戦もそうだし、はい、その前の日南学園も全部です。そこら辺をよく理解しないといけない、はい、監督より選手の方が選手同士のことってよく分かってると思うので、それはとても大事にしてますね。うちは投手起用に非常に特徴のあるチームだと思いますから、それを陰で支えるブルペンキャッチャーの役割っていうのは非常に大きいですね。その日の調子だったり、まあ どのボールが一番いいだったり、まあ、どう攻めていくかだったり、まあ、その日によってピッチャーの調子が変わるので、自分がベストコンディションにピッチャーを持っていかないといけないので、最大限力を発揮できるように準備できるようにしています。まず思います、仙台育英高校のピッチャーは高橋君。高橋君の立ち上がり、キャプテン山田君が華麗にさばきワンアウト。続くバッターに対して変化球が抜けてデッドボール、出塁を許します。深い位置から正確な送球でツーアウト。キャプテンがエースを盛り立てます。4番打者をセカンドゴロに打ち取った高橋君、守備にも助けられ初回を0点に抑えます。この日、高橋くんは一つのテーマを持って臨みました。それは高めのストレートを多く使うこと。自分はストレートが一番武器だと思っている中で、高めの伸びるストレートをうまく使って空振り取ったり打たせていったりっていうのを心がけるようにしました。自分の武器を最も輝かせる投球術を模索していました。1点リードで迎えた8回、ツーアウトを取った後、3人目の打者に対してフォアボール。さらにヒットでつながれ、ランナー 1,2 塁のピンチを迎えます。続くバッターにレフト前に弾き返され、ランナーが帰り同点に。
不用意なフォアボールが失点につながりました。しかし直後の攻撃ですぐに得点し再び勝ち越し。高橋くんは9回を投げ切り1失点完投。チームは3対1で勝利しました。試合後すぐさま監督のもとへ。今日は、その浮き気味というか、うん、浮きを修正うまく修正しきれなくて、うんうん、その高め抜けるっていうのが多かったんですけど、はい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 、水先生から見て、フォーム的な面でどのように感じたのか。この5月のちょっと真ん中ぐらいのなんかちょっとずれてて体突っ込んでるなみたいな時に比べたら、はい、変な抜け球も少なかったでしょ、はい、だから上の球は狙って投げればいい球だから、はい、上昇してるし改善してると思う、はいはい、いい取り組みだったと思いますね、はいはい、ただ失点のシーンのフォアボールが余計だったね、はい、インコースいったデッドボールはしょうがないと、はいはい、すいません、ありがとうございます。須江監督は試合の後主要メンバーを集めました。夏の大会が1ヶ月後に迫りどうしても伝えたいことがあったのです。もう6月です。さあここからちょっと覚悟を決めないといけないですね、まあ、とにかくさ一発勝負だからもうやっちゃったで終わりです。でもこれだけは今日伝えないといけない。1点の重みみたいなことに対してもっとやらないといけないわけじゃん。だってさ俺たち最後はもっと焦るじゃん。100回やっても100回勝てるようにするためのキーポイントってとにかく先制点じゃん。先制しちゃえば強さがあるんだよ。うちが1点取るってことはピッチャーがいるから相手に必要以上のプレッシャーがかかるってこと。だから言うよ、先に1点やらない。そして先に1点取るっていうことに勝敗の10のうちどれぐらい詰まってると思う。俺は7ぐらいは詰まってると思う。この最初の1点スコアボードにどっち先入れるかの攻防で俺らが勝ったら ほとんどのケースでやりたい野球に進んでいけると思わない？とにかく先制点取ろうよってことと、とにかく先制点上げないことをこの6月やんないとダメだよ。もう最後に負けたら終わりの一発勝負。1点の重み、1球の重みを再確認して2度目の初優勝を狙います。目指せジャンプ。今月上旬、今年入学した1年生を迎える会が行われました。仙台育英では毎年の恒例行事。立候補した実行委員が新入生のために準備を進めてきました。司会を務めるのはピッチャーの湯田君と3年生の宍戸君です。どうする？伊田トーマと宍戸亮介と申します。で、シッシー最後までよろしくお願いしますね。言っちゃってくんなもん、うん、よろしくお願いいたしますのほい。あ、できるだけもう丁寧にやる。マジ丁寧にやる。やばい。緊張した様子の湯田くん、新入生の入場に合わせて紹介文を読みます。佐々木隼人君、修校ボーイズ出身です。好きな野球選手はジェイコブ・レグロン、好きな先輩は伊田トーマさんです。ありがとうございます。まあ、宮城県の魅力についてここから紹介していきたいと思います。まず最初に鳴子峡ですね。宮城県の大崎市の北西部、秋の季節になるとこのように紅葉がとても綺麗に色づいて多くの観光客が訪れます。野球だけでなく何事にも一生懸命取り組む部員たち。そんな仙台育英を選んだ理由を新入生に聞いてみると、甲子園の優勝を見てきました。やっぱりそうなんだ、はい、先輩たち その力の凄さとか感じて自分もそうなりたいなって思いました。偉大な先輩への憧れと夢を持ってやってきた新しい仲間にキャプテンの山田君から言葉が送られました。
私たち仙台育英はジャストドゥイット、あとはやるだけをスローガンに掲げ、日々練習に取り組んでいます。これから厳しい夏が始まりますが、3学年1月となり、日本一に向けて頑張っていきましょう。また野球だけではなく、一人の人間としても成長できるよう、お互い切磋琢磨して頑張っていきましょう。そしてもう一度あの最高の景色を全員で見に行きましょう。これからよろしくお願いします。キャプテンの言葉で全員の心は一つになりました。 Just do it、 あとはやるだけ。歓迎会の翌日に行われた練習試合、相手は埼玉の強豪昌平高校です。先発ピッチャーは湯田くんが務めます。序盤から得意のスライダーとキレのあるストレートで凡打の山を築き、チームにリズムを生みます。3回裏の攻撃、ランナーを三塁に置いた場面、スクイズで1点を先取。ミーティングで再確認した重要な先制点をもぎ取ります。この1点をきっかけに仙台育英は自分たちのやりたい野球を展開し、大量得点につなげました。先発の湯田くんは9回を投げ切り1失点完投。先に点を取り主導権を握った仙台育英が大差で勝利しました。9回1失点はいい方だと思うんですけど、公式戦だったら絶対ゼロで抑えなければ、リスクが高まるので、そこの1点っていうのは今回の試合だったらそんなに大きな1点ではないかもしれないですけど、公式戦だったらとても大きな1点になるので、その1点を絶対に取られないようにピッチングしていきたいと思います。接戦になってくるとどうしても、自分たちのやりたい野球っていうのはできないんで、やっぱり先制点っていうのが大切になってくると思いますし、やっぱりピッチャーがいい分ピッチャーに任せてしまうということが自分たちは多いので、そこは野手がしっかり声をかけながらピッチャーが投げやすい環境というのをしっかり作っていかないとダメだなということは感じました。密にコミュニケーションを取り、思いを一つにした仙台育英、2度目の初優勝への挑戦が始まります。日本一になるということはそんな簡単ではないと思いますし、その中でも一戦必勝ということをもう一回テーマにしてやっていくということと、あとはグラウンドとスタンドをしっかり、チーム一体となって、しっかり優勝できるように頑張りたいと思っています。